酒は飲め飲め飲むならばだ。刀剣乱舞開始だぜ。飲んでる場合じゃないかな。どれ、三名僧のいいところ見せるとするかね。ま、暗い持ちだしな。俺が指揮するのは妥当か。どれどれ、合わせてみるか。いいんじゃねえか。これさえあれば虎にあっても怖くねえな。酒は好きに飲めばいいんだよ。他人に言われて飲むもんじゃねえ。上ばみと一緒に飲むときは相手の空気に飲まれないようにしな。釣られたら潰れるだけだ。おお、あんたも飲みに来たのか。なんだ、酒を分けてほしいのか。暇だな、飲むか。新入りだな。一緒に飲めるやつだといいな。さて、こんなもんかね。いいね、力がみなぎるぜ。お、飲んでる間に任務が終わったのか。ソラ、あんたの戦績だぜ。酒屋に行くのか。なんだ、違うのか。あいよ、行ってくるぜ。遠征の連中にも酒を振る舞ってやろうか。ははは、これでどうだい。状況を報告しな。突破口を探る。おう、俺に挑戦したいのか。いいぜ、付き合ってやるよ。足元がお留守だぜ。はは、祝杯あげようぜ。よし、そろそろ出陣するか。状況を報告しな。突破口を探る。天が山荘を恐れないやつだけかかってきな。祝杯あげようぜ。幸先いいな。状況を報告しな。突破口を探る。天が山荘を恐れないやつだけ。足元がお留守だぜ。かかってきな。
足元がお留守だぜ。やるね。おっと、肝心なところで足がもつれちゃった。足元がお留守だぜ。牢石の代償を後悔しな。飲めば飲むほど強くなるってな。飲めば飲むほど強くなるってな。祝杯あげようぜ。この先が本陣か。お前ら準備はいいか。状況を報告しな。突破口を探る。天が山荘を恐れないやつだけかかってきな。祝杯あげようぜ。消毒だよ消毒。飲むことで傷を癒してるんだよ。なんてな。慌てるなよ。飲んでりゃ治る。ちょっと酔いが回っちまったかな。一休み一休みと。天が三名僧が一本にして日の本一の呼び声も高い日本豪だ。槍でありながら小三味の位持ちって聞けば俺の凄さもわかるだろう。ただな、世間じゃどうにも酒の席でハメ外したせいでぶんどられた槍ってことで有名なんだよな。